今見ながらの戻ってきてですね、ちょっと数が足りるかどうかあれなんですけど、沖縄のスタッフが焼いたんですね、スタッフのお母さんが焼いたのサラダアンダギー、お願いします。これは沖縄のおばあが焼く本当のサラダアンダギーで、はい、なので数が足りるかどうか、今回、ファイト・フォー・ユー、ボリューム1ということで、記念すべき1回目の大会というか、イベントになって、ここからまたいろんな形でですね、僕らとしては今日が1月2日、今日がディフェンショーデーということで、世界的にディフェンショーのことを皆さんに分かってもらおうということを、世界に、ね、世の中の一般の健常者そんなことをやってるなんです。で、自閉症って言葉からすると、知らないとどんな病気かとか、どんなことなのかなっていうことがわからないので、本当に自閉症の人たちって普通なんですね。見た目は本当に健常者と変わらなかったので、普通の人だと思って、一般の人たちが、間違いで、なんか自閉症の人たちが、きちっとしたリアクションを取れないから